なんでさ、こんな頻度でやらねえといけねえんだよっていうこと。最近やったじゃんみたいな。うん。その配信なんてそんなもんなんだけど。うん。別に人によっては6時間ぶりみたいな人も全然いるんだけど。AI にさ、支持されてるんですよ。もう支配されてる。みんなはまだ AI に支配されるの僕はもうなってるよ。最近あの配信で AI 使っていつ配信するべきって言ったら今日って言われたから今日やってますよ。皆さんはどこまで抗えますか <laughs> よろしくお願いします。ということで今日やるのは何か 無便便便ラジオ。何音量とか大丈夫なんだろうか。まあいいか。何か壊れても。下校時間だ。今日もあの森を通るの嫌だな。ということはこいつはガキですね。僕のやつじゃん。僕のやつ休みじゃん、これ。うわー、僕のやつ休みやってみたかったんだよな。嬉しい。しかもこの感じ。うわお茶目機能みたいな首の振り方ですけど。うわー、かわいい。まちこちゃんです。えー、きみちゃん。あ、 キミちゃん。私はみちゃんです。これはペンです。みちゃんちは近くていいな。公園の奥の森を抜けたらすぐだもんね。うわ、いくつだろうな。いいね。まちこちゃんの妹だった。早く帰って、ムベンベラジオ聞かなかったらね、いけないって言ってます。<laughs> 読み上げ下手。<laughs> 早く帰って、ムベンベラジオ聞かなきゃ。ムベンベラジオってのがね。あ、ちょ、あ、スラックその位置に出るのか、僕のパソコン。マネージャー、なんでマネージャーさんからの連絡が今来るの ブラックなのムベンブラジオ駄菓子屋。ね。あんま事故を主張してこないタイプの。いいじゃないですか。こういうね、あの、マインドの人のコメント欄がいいな、僕は。は <laughs> <laughs> ね、自分を出してきすぎるのね。私は何々みたいなのね、いらないからね。この花壇のチューリップ、増加だ。え <laughs> <laughs> この時代に増加ってあったの舐めすぎか。で、なんだっけ下校、なんか森を抜けるとか言ってたな。あ。この子が、 さえちゃんえ、キミちゃんはムベンベラジオってき、ムベンベラジオっていうのが流行りなのかなうん、まだ聞いたことないんだ。キミが私。僕はキミ。そうなんだ。毎回小さなお題を出されるんだよ。キミちゃんも聞いてみなよ。ああ、この道、朝は平気なんだけど、夕方は薄暗くてちょっと怖い。おそらくホラーだということは分かってんだよね。おおえぇ、ー、カかカってさ、守りたいものがあるときに立たされるんじゃないのあ、これ、カホゴってやつだ、これ。カホゴの可視化。 こんなやつがいなくてもこいつらやっていけるタイプの草だけどな作物とかだろお前なんでこんなとこにカかしがあるんだろうちょっと怖いなうわあ猫だユキちゃんね動物がいる時ってなんか大丈夫なんだよなホラーゲーってまあなんだろう洋のエネルギーが描写されているというかそっからだんだん猫がいなくなったり黒猫がとっていなくなったりカラスだけいたり雨が降ったり曇りになったり導入ですラジオ聞こう うん、いやベンベン,ベン,ベンあ今日も手紙が届いてる「ムベンベラジオだうわっ!「むべんべラジオ」始まったああ共感できるよ今んとこ「ャレンべチャレンジ」っていうのがあるのねそれがお題かよし任せてうん。 なんか産んでる。わ、三つも生まれた。鳥居なんだ。今日から三日間、毎日一つずつお題を出していけよ。カカシに声をかけてみよう。これ僕当てに入ってる？ムベベラジオのお題、カカシに声をかけてみようだったよね。あ、なるほどね。こういうちょっとしたクエストを達成することで、今日はできたよーっていうのを競い合うみたいな。ムベベラジオ聞いた？カカシに声をかけるって変なお題だね。カカシ？そっか、キミちゃんはそういうお題だったんだね。 えそういうお題だったんだねなんでもないえなんで教えてくれないのねえねえこの公園のブランコひ人でに揺れてるとこ見たことあるえ見たことないよお姉ちゃんいつも怖い話して私のこと怖がらせようとするんだよでも私全然平気なんだから事故だねそのままそのまま行こう君ちゃんはムベンベラジオって聞いてる僕はちょっと怖いから聞くのやめたんだ怖いうんほら噂があるでしょお題を無視すると怖いことが起きるって 適当な証拠もないのにお前批判ばっかしてお前今の時代だからいいよお前大変なことになるぞ2024年でそれやったらお前気をつけろよ証拠がないことだよお前気をつけろよ <laughs> 重いいやー剣持ちと親で行くか君ちゃんは素直な子だ話しかける高橋さんこんにちは何も来らないそうだよね帰ろう待って待って今僕に話しかけてくれたよねえそういう感じの世界観 実は僕すごく困ってて誰かが話しかけてくれるのをす、ずっと待ってたんだ僕の大切な目玉をカラスの野郎が一つ加えていきやがったんだああ行く僕の目玉は青くてピカピカのボタンよろしくねあ、オッドアイねお前いいよ2024年のキャラデザでも生きるようじゃえな、なれなれなれびっくりしたあ、もうワープしたのねはい森に行きました。なんかすご、すごくないなんかカラスがセンサー割ってるすごい だるいっても <laughs> う、ま、なかなかやるじゃねえか青いボタンうわーこれでミッションクリアなんだ目玉を取り返してくれてありがとうこれからは昼寝もほどほどにするよえこれなんか今のところ普通にホラーじゃないよねお前がいるんだじゃあ大丈夫だなじゃあ今日は2つ目のお題だね 秘密の数字は赤、白、黄色やべだってえむずいあ,、ね、あもうわかったわ赤白黄色綺麗だなみたいなのってさチューリップじゃん<色>あのー、<laughs> であの増加があったでしょ本数だわうわさえている最近行方不明の子供が増えてるってニュース聞いたうんちょっと怖いね大人たちは知らない人に気をつけなさいって言うけど包帯人間の方が怖いの包帯人間 僕も手に包帯巻いてるけどコンビニバイトかさなんかいつもバナナ買う人にあまたバナおじ来たよみたいなあだ名つけるみたいに僕包帯人間って呼ばれてないよねあれ知らない全身包帯ぐるぐる巻きあ僕の進化系でした触るとどうなの包帯でぐるぐる巻きにされて包帯人間にされちゃうんだって赤白黄色643643です簡単じゃん何やってんだ僕は人の私有地の情を開けて入ってきてるな何してんだ僕はこれ 何してんだ絶対違うよな。こいつが招き入れてるってことだとしたら。無便、無便ベラジオのクリエイターさんサイン。おやおやか、かわいらしいお嬢さんだ。こんなとこで一人でどうしたんだいよかったら、ここのお化け屋敷の最初の。あー、なるほどね。家に引き入れてくる系の。同業他社だ。そう、おじさんはね、子供たちの喜ぶ顔が見たくて、この家丸ごとお化け屋敷にしてみたんだ。くそー、同業他社だ。いいや、企業スパイとして行かせていただきます。行きましょう。 うわっいいわーうわっちょっと待ってあ敷地面積やってないこれあ <noise> おやばいってお前もうこれで犯罪ですまあ鍵閉めちゃったら犯罪なんだよなーちょっと放置式は甘かったかうわーびっくりしたドアが開いたという当たり前の事実にびっくりしたえホラーじゃんやるねー広くない ああ、予算つきた。ああ、がっかりだわ。うわあ、そこを見せちゃいけないんだって。最後まで演じきらないと。びっくりしたー。うわ、待って。え、これ耳鳴り耳鳴りえ、ちょっと待って、どっちこれ僕の右からしか聞こえないから僕の耳鳴り今、キーンって言うのはみんな聞こえるこれ、ちょっと。どっちこれ、耳鳴り耳鳴り。<laughs> 僕だけかい。<laughs> すいません。はい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 。 っうああええー、この音だったのじゃあどっさっきのが抜けたみたいなえっえー、こんなことしたら死んでしまうかもしれないのにいやでも感圧板とかの位置一人ずつ入れることでその誤動作は起きないみたいな僕これを超えた施設を作れるかなうわーこのね最高っていうんですかこの光の取り入れ方で空間を広く見せ広いって あれちゃってさっきまで開いてたあれさっきまで開いてうわやられたああ閉店した <laughs> ああよさんつきたうわがっかりするわこういうとこでそこ見せられるとあの戦慄の迷宮みたいないっぱい歩くタイプのホラー施設階段だけは絶対何もしてこないから危ないからね 階段上がるとき安心なんだよな、めた読みができるから。うわー、かっこいい。お前、椅子史上最もスポットライトに当たり続けてるよ。よかったな、お前。これは店だ。ポピー・ザ・プレイ・タイムでもあった。最初にこういうのがいるよって言って、後々そいつがいなくなっ、すごいな、これ。いなくなってて、で、そいつが後々追ってくるみたいな。いや、すごっあー、なるほどね。でもちょっと、なんだろう。じゃあさ、あの、和の人形でよくない っって思っちゃうなちょっとね批評家みたいなこと言ってすいませんけどこの和のテイストで行きたいんだったらこの人形じゃないよねってうんおーなるほどねかかってるお金は確かに感じるんですが一つ一つのもう少し丁寧な気遣いさえできたらクオリティが1段いや2段上げられるそんな施設になったんじゃないですか72点でした今後に期待ですいやこれはいい仕掛けです まったく同じ部屋を作っておくことでああこれで出口だと思いきやあいや出口だわよくなかったですマイナスポイントですやっと出られる69点こっちが本当の入り口だよね開かないけどあえおおお75点 <laughs> ちょっと上がった楽しんでもらえたかな日本人形にしてたらねもっと良かったと思うよあれ僕どっから来た猫がいない そろそろホラーの本番になってくるから、なごみみたいな存在がいない方がいいみたい。やばい。あ、いたわ。ラジオ聞こう。これ3日目最後です。おさと、おりして帰ってみよう。ムベメラジオのお題さ、毎回同じお題なの難しいよね。えー、こいつ劣等生だ。このガチャガチャ全部揃ったら終わるのかなえこの人あれだわ。僕のやってるチュートリアルステージとか多分もう終わって、ハイリスナーだから。 課金させられてんだ。<laughs> 裏に、繋がってんぞムベンベ消しゴムの販売とムベンベラジオ当然。やこいつ。これが搾取か。そう、私昨日バスの窓から見たんだ。包帯人間、えー。え何してたのただ立ってた怖っ。怖い言い方。こんなんあったっけびっくりした。ーあー、なんていい、いい視線誘導というか誘導されてるわ。この街の手のひらの上で、私は孫悟空です。 仏様の手のひらの中を飛んでただけです。<laughs> 罠にハマりやすすぎだろう。まあえサバゲー作ろうとしてるこれ。迷子になってるこっそり入った子が言ったっけ。あれ包帯人間じゃない？たわっちゃいけないんだよね。うわああれが僕の最終形か。憧れるな。え包帯人間って何体かいるのか。う,うわあびしょほえお前七次はい。 ふふふふふふギリギリ触ってないからね出よ近くに行ったらオッケー頑張ってるな今日も結構ね元気いい日は僕のこの手の包帯もっと肩のあたりまで来てるんですよだからもうしばらく頑張ってればあんな感じになれると思うんです帰ります出れね 向こう側にあるんだじゃあちょっと右側に対して意識を持ってアプローチしないといけないってことね出るはあ憧れるなやべ右か左かわかんないこれ間違えるとめんどいかいやめんどくない地球って丸いから頼む合ってるこれつくう家にえクリアしちゃったよラジオ聞こう僕は剣持え このムベンベラジオ今日で最終回ムベンラジオお別れだねなるほど、えー、最後のお題だ振り道せずにあまっすぐ帰りましょうなるほどね大切なことだねまたねあ、終わっちゃうムベンマリオがムベンマリオムベンラ、えあ、クリアでしたありがとうございます <laughs> 従ってたからかな <laughs> いやなんか 悲しいな終わりがなんか、モラトリアムの終わりというか、最後がまっすぐ帰りましょうというのが切ない。もう遊んでる時間はない。もう大人になったんだよって言われてる気がしてさ、非効率だってさ、その無駄だってさ、チューリップ数えてたみたいな、そういうさ、青臭い無駄をさ、青春と呼ぶはずで、それがなくなってまっすぐ歩いた、そこのキロは、そのまま歯車のように、社会に繋がってるんじゃないの 終わっっちまったよ、僕らの無弁ベ,ベラジオがねえー、<laughs> いつでもアイラビューじゃないんだよよしやっていこう <laughs> よし行きましょう不良になるわわいもう話さないもう見下してるからああいうやつらだって僕のが家近いし 家遠いやつら残念だったなこの通勤時間通学時間というのが一番人生の積み重なる時間だからな差が出る時間だからな残念だった猫にも話しかけません猫とか猫とか嫌いだしで何かかしがどういやいやいやいいいいいい見られたら笑われちまうぜでもこれをするだけであいつにもう右目が宿ることはなくなるのか変化って面白いな 悪いことをしてるわけじゃないですまっすぐ帰るのが子供にとって一番のね正しさだからね、うん、じゃあ早速そつ目のお題いくよでえっ、ー、とチューリップのね、えー、数字など気にすることもなくあれあれえあいなくなっちゃったあ友達だから待っててくれたのかなこのルートでは仲良くなってないからそそくさ帰ってバス乗るみたいな ああ、大事なものを失ったな。まあ、いいや。えっ、ー、と、今回は、数えず、もう帰る。帰ります。えー、お茶目機能が、いつでもアイラビューって言ってくれてたのに。これで、ラジオを聴く。世界は変わったかもしれないよ。これは、えっと、遠回りだから、ててね、これで3日目か。もう3日目になったのか。ああ、誰もいなくなっちまった。<laughs> 僕がいなかったらみんな優等生になってたのか。なるほどなー。これは、お乗り越えられるじゃん。 いや、不良やってるからやっぱ発想が出るんだわ乗り越えて帰るとかいうこれはもう悪の道に走りましたなんかさホラーゲーやホラー映画ホラーコンテンツのまあ、罰せられる悪人になるのって結構ちゃんと悪いやつだったりするけどさこの子ただただ帰ってただけなのにラジオラジオ聞いて実行せずに帰ってただけなのにかわいそうじゃないかこれで悪になるならあっ僕は剣持ちえ 遊んでくれないのえー、ええー、あセーブしようえどうなんのこれ<ー>うわなんか低くなったなんか不協和音みたいなさっきまで家の前にいたのにそれにもうこんな暗くなってる入帰らなきゃえあ時間はいつもだえあの子もいない全てを失ったこのシークレットってもしかしてハガキということ 切手不要で送れる。あええー、あ、カプセルの中にハガキ入ってんのあ、ラジオに送りつけんだ。なんかを世界の顔色が変わった。さあ帰りましょう。ムベンベムベンベ。僕たちと遊ぼうよ。ハガキを送ってね。ハガキを送ってんのハガキ送んないといけないのか？はははは言ってたやつだうわあ。 じゃあ、ミイラ、ミイラ人間包帯人間も、もう街中にひ、いてもおかしくないあ、100円。あ、やっぱお,お金が。お、すげえ。来たああ、違うわ。懐中電灯。これでお金がみたいなあ、な、えー、<laughs> なるほど。100円を探すっていう話ね。いや、これ大変なことだよ。一つ、あ、あったあった。 いや、大変だ。これ、二時三時の中から正しさを見つけるくらい。やっぱやっぱなボスラッシュだから、そういえばここ迷路みたいになってるって。こっそり入った子が言ってたっけ？うわいなくなってる。うえええええ <laughs> 配信者として良くないやられ方をしちゃった気がする今。今今左にいたのね。ここじゃない。この左にいます。いるうわあびっくりした。 100円くそーえ、だんだん速くなってたりしないよねうわっ多くなってたりしないよねああゴミ揃り場もうやめたいですこのバイトお前らをはめてやるからよ来いよし来い来い来いよし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 どうだえこっちにもいるえ音がうわうわうずいえ

<laughs> 全然気づかなかった消したらあなんだこのぬる毛おいおいおい勘弁してくれよこんなやつらにビビってたんか私はおなんか光が強い気がした今よーしやったー帰ったぞ人間界へいやーやっぱ光だけじゃダメなんだわ光も闇もあスラクが来た <laughs> この時間のスラック闇だろいやこれはねあのライバーのスラックなんでね光です <laughs> 100円だ当たれ当たれマジでお願いします来たハガキだしゃー真っ黒でもこのハガキをポストに入れればハガキ送ったことになるよね本当切手はこのハガキを出せばムベンベラジオのお題大成功だよねこと言ってたからなはいこれでこの誰もいない帰り道が終わるといいな頼む ああ行ったありがとうございますあい行けました。ありがとうございます。ちっとちゃんと怖かったな。なんか。この。